それでは皆さん、本当にこの後待ち離れますから、大丈夫か？ああありがとうな、マックさん。ハルモントが持ってたもんな、ポコザポコザマ。うん、帰っていいぞ。よくイベントとかするじゃん。この車使えるんじゃね？イベントで。おおおおおお、なんだこれ。もともと値段は200億。200億あるじゃん。髪の毛出てるんだけど。おちょっとハーフアンドハーフになってるから。うういよ。じゃあ、ハーじゃなくて。警察といえば、ボイラさんが親衛隊に入ってくれました。あ、そうだ、ももこちゃんのファンなんですよ、うん。そうそうそう。そう。結構いろんな案も出してくれて。ももこたそうって言って。ちょっと待って、ちょっと待って。やってたのか。ちょっと待って、どういうことだ。本当ですか。本当らしいですよ。本当に。会員ナンバー1028かな。こうした方がいい、ああした方がいいっていうのを全部言ってくれてたみたいですよ。すごいアイドルに詳しかったです。うん、変なことされなかったか。メキだな、あのな。この間どれがメキのことを悲しましたかやつは。そのまたそのももちゃんに対してお前そんなドリドリしたことだったらお前私は引っ張ってるよ。いや変なことはあのサトシさんしかしてないです。大丈夫です。そう、サトシさんはねちょっと足首って言ってましたけど。おお、そうですか。あいつ足首好きなんや。足首の匂い嗅いでたね。男女関係なく。足首の匂いを嗅いでた、うん、はい。なんか悪いこと私がもしツイートしてもボイラさんが何とかしてくれるみたいだったので、そうですか。協力な味方ができたと思います。あ、もともとだからボイラさんうちの社員でもあるからさ。そうですね、なんか言ってました。社員なんですか。そうそうですよ。社員なんですね。鍵も渡しますね。あれ。そうなんだ。そうなん。そうなんだ。会議室とね音楽室の鍵渡してます。そうですよね。警察の免許をただ持ってるだけの人だからね。GBC なの一応。あ、そうそうですよ。公務員としてお金稼いでる唯一の人ですだからね。GBC? みんなにお金よくくれるだろ。え、まあ、うん、君たちはあのボーノさんからもらえないといけないんだよ、やで。あ、そうなんですか。そうだそうだ、あの、いわゆる教育料って言ってな。うん。うん。買いに行こうか。それでは皆さん、私この後待ち離れますから、大丈夫か？ああ！一輪車頼む。123、あ、123、お願いします。お願いします。ありがとう。はい、すごいすぐお運びしますね。しかもあれ、しかもさっき治ったばっかり。大丈夫ですか。すいません、尾身先生、ご対応お願いします。ボブちゃん、尾身先生お願いします。はい、そうだな、止血します。了解です。はい、大丈夫です。あ、ありがとう。さかなちゃんもまあボブちゃんもありがとうな。なんでもないです。くそ、今日も散々な目になった。何言ってんのマー君。めっちゃ酸っぱい。うんじゃな、まだタバコってのは早いよ。さあ大人になったからタバコって。そんな音もあるわ。あれそれな、ちょっとボーちゃんも乗ってみなさい。そこ一周してみなさい。上手だ。さあつまずいてなんか綺麗にくるっと回らないと。お前おいおいおい、ああいう感じだ。さあ、バランスを取ったな。よし、よし、よし、よし。はははは。ああ、いいよ。
シャンカスの中途半には、まあそれはな、駐車の、まあ、一つ二つ乗らないといけない。ああ難しいな、ああいう。何回ダウンすんだよ。はい、まあ、え、バカじゃもさ。あバックさんやってるから見に行こうぜ。ワン、ツー？おお、どうぞか、お前。お、ポンコツ。お前は帰れ。どうぞか。なあ。うん、大丈夫だから。心配してくれてんのに、そんなお前。ありがとうな、マックさん。ハルモトが持っててもな、ポンコツはポンコツはお前。うん、帰っていいぞ、お前。なんか、車飛んできたよ。どうぞ、おお、どうぞポンちゃん！めっちゃ回ってる。マックいるよ、マック。お？マックさんじゃん。え？モネさん？うん。この雲なんだったこれ。車よ。え？もう中央打てたぞ。ん？中央打てたから、気のせいか。バカ気のせいよ。おお、そうですか。うん。マックさんってさ。あ？よくイベントとかするじゃん。ああ、この車使えるんじゃね、イベントで。この車、うん、乗ってみて、乗ってみて。乗ってですか。うん、おちょっと失礼しました。ボムちゃん、遊んでね、遊んでなさい。それ宇宙ちゃんな、はい、またね。おおおおおおお、なんだこれ。これさ、イベントで使えそうじゃない。この車があるのか。このイベントどころの騒ぎじゃないのこれ。俺は買ったよ。俺、え、一体いくらだこれ。市長に買ったよ。市長から買ったの。もともと値段は200億。200億。うん、映画の撮影できるのこれ。なんかいろいろできそうじゃない。うん、一体いくらの買ったの。3問でさ、200億かこれ。うん、100億。100億。うん、100億で空飛ぶ車を買えるのか。まあ俺の限定やね、この車は。お、モンデルさんだけ。うん。なんて羨ましいんだ。イベントするときレンタルしてあげたっていいけどな。本当ですか。うん、レンタル料金はいくらですか。まあそれは時間によるね。そうですか。うん、これは手が出ることらしい。これ使ってイベントしたら熱くね。あら、パーツを。うん、とんでもない車だなこれ。そうだよ。こんな急に運転できるんですか。俺しか持ってないよ俺。これすごいよ、ほんとね。イベントでうまく使えば、もう何でもできるよ、これ。確かにそうですね。素晴らしいハブの演出ができるから。そうだよ。レンタルしたっていいよ。ああ、ほんとですか？イベントするとき、また何かあったらね。じゃあ、そのときはぜひ、あの、よろしくお願いします。こんなのから見たら、みんなぶっ飛ばげますから。これめっちゃモテるよ。あはははは、かわいいな。これ5人乗りですか、2人乗り。2人乗り。あ、2人乗りですか。なんでもできるよ、もう。これマックさんも彼女できるかもしれないよ、これ乗ったら。私に彼女ですか。確かに、この車を持ってたら、私なんかよりこの車に一目惚れして、一生出ないかもしれない。相手ワンちゃんいるかもしれないよ。マックさんのことを好きな人いるかいないかわかんないけど、これだったらワンちゃん。これになってたら確かに、見た目なんかどうでもいいかもしれないな。けどすごいな。もっと高いところにも行くんですか。もう無限に生きる、無限。なんだこれ。月まで行けるじゃないかこれ。どこまで行けるよもう。ちょっと待ってくれ、モンデさんから。
こんなものをしちゃうもんですよね。やっぱこっちもこっちとしてさ、まあこの車がイベントでいい感じ使ってくれるんだったら、まあ楽しいできるんだったら、まあいいねできるいいね。ああそうですか。うん、じゃあとても素晴らしいイベント私が企画しますか。素晴らしいイベントだ。うん、そうね。カラすごいなあんたね。そういう感じで。降りられないよ、まあ、降りて。もう少し乗せてよ。極端のとこまで。ああ。もうちょっと乗ってたい。いいよ。すごいな、これ。この、すぐ行けるやん、こんなもん、ほや。これすごい。これすごい。ボムちゃん楽しかった。このボムちゃん乗ったことありますか、モンズさん、これ。ないけどね。すごいよ、ほんとね。うん、すごいよね。着くまでお前ひと食べて、これ、まさかこのことだ。じゃあ今度帽子何？ああ、そうだ、モンデーさんにもな、これこの前一番出さないといけなかった。なんでつけてんの俺このね、交通事故とか防いでくれるんですよ。あれだ、髪の毛出てるんだけど。ちょっとハーフアンドハーフになってるから、いいよ。いい感じ。すごくいい感じ。まあ、坊ちゃんな。おい、何やってんだ、お前。何やってんだじゃないんですよ。ちぇ、ちぇ、何やってんの。何があったのか。いや、何もないっす。ずず、何笑ってんの。いや、笑ってない、笑ってない。何で笑ってんの。笑ってない笑ってないよ、全然笑ってない。どうした、ずず。何で笑ってんだ。何で笑ってんの、お前。何笑ってんの、お前。笑ってないっすよ、全然。いや、笑ってない、笑ってないっすよ、笑ってないっすよ。笑ってんだろ、お前な。え、笑ってないっすよ。ああ、笑ってない。何ですか。なんか俺、髪の毛出てるんだよね、後ろ。私も持ってく。お前、笑ってない、今。何で笑ってんだ、お前。いや、笑ってない、笑って…ハーフオンハーフだよ。俺、名前られてる、俺。ジズズに。あ、舐めてないっすよ。いらっしゃい。これどっちかっていうと俺もなんかさ、この車に興味ない。俺がダミアンさん越しにマックさんに渡したんだけどな。何それ。お、そうだったんですか。そう、ダミアンにおもろいのあるよっつって。マックさんがよく自転車乗るからあげてって。俺、大川さんもハーフアンドハーフ。ハーフアンドハーフ。ハーフアンドハーフだ。マックさん止まりいいよね。デロリアンだ。ブシッと。デロリアンやべえ。あんな夢のような車がこの街になるなんて私は思いもしなかった。いやーねー、ちょっとあれはやりすぎ感あるけどな。つけもの連れて来てくるその感じがありましたよね。今日はお客さん、ちょっと素人がたくさん集まったな、いや、めっちゃ面白かったっすよ。お、本当ですか。めちゃめちゃ面白かったっす、本当に。めっちゃ笑っちゃった。あ、本当ですか。まあね、ビシッと稽古した子もいれば、その場しのぎでやった子ももちろんいるんですから。でも、ここからまたね、派手なものをまた、おお、君もつけてるか。よし。みんなドラえもんだ。ドラえもん？いや、大丈夫です。何の話か分かんないですよね。私はね、これからまた大きなお笑いのイベントのこのタイプだと思ってるんですよ。でも何言ってるか分かんないで。まあ、どんまいどんまい。君もお笑いのイベントは興味あるか、出てみるか。君の名前なんて言うんだ。これね、芹沢すずって言うんですけど、うちの従業員なんですけど、猫カフェもいて。そうですよ。久しぶりです。うちのな、うちの面接みたいなのな、川見さんに来た子が、あるな、君な。あ、そうなんですね。あ、そうなんですよ。そっか。
それは何面接だったんですか。おなんかひろしさんにね、興味があればね、レンとかしようかな。なんかいろいろ決まったら教えてください。来てそんなに時間経ってなかったから、街いろいろ見ようかなってなって。ああ、そっかそっか。実は被らないの、ヘルメットは。なるほどね。いやー、ヘルメットは多分似合わないよ、俺。でも、実はヘルメットみたいな。おー、くんどさんはほら、これ。この名前あげてなかったから。ごめんなさい。これ、かぶればいいんですか、効果。かぶったことないの、ヘルメットとか。わかんない。わかんないね。マジ、やったことない。ああ、いるぞ。いるな。いいと思います。いるか。本当？いる。信号機みたいじゃない？体全部。まあ。まあ。信号機。まあまあまあ。確かに。まあまあまあ。確かに。ほら。このな、あの汚い髪の毛をそのままちょっとな。汚い髪の毛って言わないでください。そっちの方が綺麗で整っていいよ。本当ですか？これの方が。顔ずっとそれでいなさい。顔ずっと。信号機歩いてるみたいになるよ、こんな方が。後ろ姿ちょっとやばいな。やめろ。おお、大丈夫か、あの子たち。ちょっと車取ってこよう。じゃあ、これ、もらいます。またね、あの、罠の花のイベントやろうと思ってますから。うん。お願いします。なんか、めっちゃ面白かったっす。今日はありがとうございました。ありがとうございます。モンドゥさんもあのこの車を使ったあの私分布を考えますから。あ、そうだ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 、この間の電話ね、これ一輪車の話しようと思ってたんですよ。よかったよかった。私もね、今日あの聞いてね、あなたが出てくれたなと思って、あの命に感じたんですよ。あのね、あの木曜日にね、おさによってね、もう多分その日に入れてもらってたっす。あ、そうですか。これ本当にいいですよ。よかったよかった。モブちゃんもあの聞いてね、これ。それ70キロ出ますからね、それで。私はね、あの一応ね、アメリカの方ではね、一日中あの起きてる間全部一輪車に出てたこともあるから、だから私が乗ったのは80キロぐらいです。80キロで。そんな乗ってたんだ。じゃあ皆さん、また。はい、どうも。バイバイ。